今回は人数も少ないことだし、鍋は微妙かな。正直に言うと、私もお兄ちゃんの言ってたこと納得できるようになった。友達がいなくなったら私が寂しいとかなんとか、うん、お兄ちゃんは失っちゃったから。前にも言ったでしょ、バカみたいだけど、お兄ちゃんと二人きりの世界を望んでいたって。私は諦めが悪かったから、随分と遠回りしちゃったけれど、やっと境界を越えられたんだと思う。心はもう向いてないから。そんな風には思わないけど、分かってる。千尋の言ってること、私だってそうしたいけれども、疲れちゃった。私はお兄ちゃんと違って、振り返ってばかりの日常を送ってきたわけじゃないから、倒れる時も前のめりっていうなら、私はもう倒れている。ごめん急に。けど私も変わるんだってこと知ってもらいたかったから。何のこと？可愛らしいね。けど好きかな、そういうの。お兄ちゃん、マージの副作用の話って聞いたことある？
そうなの？うん。それって眠ったまま起きなくなるって話だけど、私ね、その話を聞いた時に思ったの。その眠りは何を意味してるんだろうって。その人にとって、マージは夢を見させる道具だから。幸せな夢を意味しているのかもしれない。そう、お兄ちゃんはどう思う？本人にしかわからないんでしょうね。私はこれで。サンデーもバイバイだって。バイバイ。ありがとう。駅のホーム思いっきりダッシュしてね。私はハンカチ振るから。じゃあ帰るなりよ。お茶飲むでしょ？寂しくなるわね。昨日千尋が私のこと好きだって言ってくれたでしょ？私も千尋が好きなのは本当だから。だから会えなくなるととても寂しくなる。そんな風に思えるようになったのも、私が自分の境界を越えたからかもしれない。そう、そう言い換えてもいいけどね。その内側に誰も入れたくないと思っていたのは事実だから。だから夏はそんな風には思えなかった。千尋も他の誰も。私の気持ち、知らない方が良かった？
験箱みたい。楽しくて綺麗な思い出は時間とともにもっとそんな風になる。じゃあ悲しくて苦しい思い出の方は？お兄ちゃん、殺人の記憶ははっきりしたの？それって副作用があるから？じゃあ明日の方がいいのかな。私と一緒にマージを使ってもらおうと思って。私ならその時間に連れて行ってあげられると思うから。多分だけどね。だって私の夢の中でどう考えても私の記憶にないような行動お兄ちゃんが取ったから。憶測でしかないけど夢が重なることがあるんじゃないかな。うん、一つの手段としてね。けれど私も現状に満足できなくなっちゃったから。本来の目的は結局達成できそうもなかったけど、その代わりに私夢の中で思い出したことがあったの。殺人を。この前の朝、お兄ちゃん私に詰め寄ったでしょ。知ってることがあるなら教えてくれって。あの時の私、マージを使ってて。どれを指してるのかわからないけど、多分違うと思う。特に動かしたりしていないし。けれど私の記憶にはあった。思い出したから。と思ってる。ええ、そう。大丈夫かな。けれど何年も待ち続けたんだし、今さら一日ぐらい。わかった。
お兄ちゃんがそこまで言うなら。私も緊張しちゃってる。お兄ちゃんの言う意味とは多分違うけど、お兄ちゃんに知られると思うとたまらなくて、それで震えてるの。ダメだと思うよ、それじゃあ。あれを倒しただけじゃ止まらないと思う。敵はあれだけじゃなかったんだよ。私、本当はずっと前から知っていたんだ。そういう存在がいるらしいってこと。それよりお兄ちゃん、やることがあるでしょ。もう一人の敵倒さなくちゃ。